はい、どうも皆さんこんにちは、小屋でございます。ということでですね、本日はですね、こちらの、東京靖国神社に来ております。はい、僕ですね、こういう時期になりますとね、ちょっとだんだん暖かい季節に今なってきましたけどもね、散歩するのが好きでね、今回もちょっと都内に、ついででね、用事でちょっとやってきたんですけども、こういうね、神社とかね、来るの僕も好きでしてね、今回はここのね、東京靖国神社に、やってきました。はい、今回はですね、こちらの靖国神社に来たということでね、ついでにね、ちょっと靖国神社が、ちょっと前にですね、僕も最近知ったちょっととあるね、トピック、とあるね、ちょっと話題についてね、のキーワードとなっておりますのでね、それについてね、ちょっと取り上げていきたいなと思いますけども、 2,3 日ぐらい前だったと思いますけどもね、皆さんね、一部の方はご存知かもしれませんが、某大物女性声優さん、女性声優さんというか有名な女性声優さんですね。はい、あえてですね、ちょっと動画ではね、名前出すのを伏せておこうかなと思いますけども、その方がですね、靖国神社というワードでですね、ちょっと騒動になったということがですね、つい数日前にありました。はい、今回はですね、その動画についてのね、ちょっと見解をいろいろとですね、お話ししていこうかなと思いますけれども、何があったかと言いますとですね、その、有名な女性声優さんの方はですね、個人ブログみたいな形でね、日常的なことを、紹介するってあれじゃないけども、ここ行ってきました的な感じの多分趣旨で紹介したんでしょうね。その方がですね、やってる動画内でですね、靖国神社に行ってきましたと、靖国神社に行ってきましたっていう形のですね、動画を出したんですよ。はい、その方が動画内でですね、靖国神社に行ってきましたみたいな感じで紹介してたんですよね。で、靖国神社はね、ご存知の、来たことある方はね、分かるかもしれませんけどもね、見れば分かると思いますけども、広いんですよ。植物がすごい多いというところでね、すごい、ある意味憩いの場みたいな形になってるんですけども、靖国神社に来ましたみたいな、仕事場がそこから近いみたいな形のことを発言していたんですよね、動画内で。それがですね、ちょっと一部の層からですね、批判を食らいまして、動画が、そのですね、取り上げられた動画が削除されてしまうという結果に至りました。はい、その方はですね、特に靖国神社がどうのこうのと細かく取り上げたというわけではなく、単純にですね、神社ってやっぱいいですねみたいな感じの、趣旨で多分出したと思うんですよ。ご存知の通りですね、靖国神社というのはですね、結構政治的な意味でもですね、論争がされている、神社でございますけれども、それ以前にですね、そもそも神社という、場所でね、日本の神道のですね、やっぱり場所なわけでありますから、そもそもね、その方はね、特にその政治的な意味を込めてね、言ったわけでもないんですけれども、ちょっと叩かれてしまったと。これについてはですね、どうなんだろう、いろいろとね、思うところ多分皆さんあると思いますけれども、まずですね、僕のこれ個人的な思ったこととしてはですね、ちょっと靖国神社というワードに反応しすぎじゃないかなっていうふうに思ったんですよ、その叩いてる層の方が。で、その叩いてる層もですね、主には日本人ではなく、外国人、特に隣国ですね、お隣の国のですね、層がですね、結構批判をしていたらしいんですけれども、靖国神社っていうのはこれこれこういう神社でみたいな感じの、政治的な内容とかをね、その動画内で言っていたりとかして、それに対してですね、批判するとかだったら分かるんですよ、まだ100歩譲って。それでもですね、ちょっとそれで叩くというのも、ちょっとあれかも、やりすぎだと思いますけれども、それだったらまだ分かるんですよ、政治的な内容をあえて取り上げて、ちょっとですね、そういう視聴者を煽るような感じでもしやっていたんだったら分かるんですけども、特にね、そういったワードを取り上げず、単純に靖国神社に訪れたというその行動だけでですね、その言動だけで削除してしまうっていうのは、ちょっとどうなんだろう、単純にその方もね、いつもお参りしていますみたいな形のことも確か言ってたと思うんですけれども、今回ね、その動画ね、もう今はね、現在見られなくなっておりますけれども、
まあね、見られなくなっちゃった理由としてはね、やはりその叩いてる人もいると、ね、賛否両論がやっぱり巻き起こってしまうという状況下においては、まあ、削除を、ね、して、ね、鎮火させるしかないだろうというふうに、まあ、至ったんだと思いますけれども、まあね、それでね、動画を、ね、今回まあ削除したというのは、まあ、適切な判断だったとは思いますけれども、まあ、ただですね、その動画に対してのちょっとその批判の仕方が、ちょっとどうなんだろうなと、はい、自分は思ったんですよね。なんか動画の絵に対して その批判を見る限りだと、その靖国というキーワードだけでやっぱり批判をしてしまったので、かつその今回ね、それは公に対して公開されたわけじゃないですか。まあ一部の人が言うにはね、やはりその芸能人というか芸能でね、やっぱり活動している、表舞台で活動している人が公でそういうね動画を出していいのかというね、やはり賛否両論が巻き起こってしまうのではないかと。要は個人的にね、別に参拝とかね、訪れる分にはいいけども、それをブログとか動画みたいな形でこう紹介してしまうのがまずいんじゃないかという、意見もありましてですね、まあ、そこに関してはですね、一理、思うところもまあるっちゃあるんですけども、その神社に参拝することを、ここのね神社に、靖国神社に参拝すること自体がなんか問題があるみたいな感じで言っている方も中にはいまして、ちょっとそのね、解釈がちょっと大きくなっちゃって、解釈というかその物事のその見解がだいぶ大きくなっちゃってんなと、はい、要は個人ブログみたいな形で靖国神社に訪れましたみたいな、ここいつもここすごい広くていいですよねみたいな感じで取り上げたのが、いつの間にかもうことが大きくなっちゃって、その批判の内容がだんだんその政治的な感じになっちゃってて、規模が大きくなっちゃってる気がするんですよね。そのね、靖国神社ってね、そもそもね、明治時代にですね、明治天皇からのこうね命令でこう建てられたというふうに言われておりますけれども、まあ、幕末のですね志士はじめ第二次世界大戦でですね亡くなられた方をですね、まあ、これ宗教や人種、あらゆる立場など関係なく、等しく多くの方がここでですね英霊として祀られているという神社でございます。まあ、そのためですね、多くの方がですね参拝客が来られるということでですね、まあ、あとね都内のね本当に、まあ、ここ九段下っていうところにあるんですけども、まあ、非常にね本当に都内のもう主要な場所にあるということで、訪れる方はまあ多いんですよ。まあ、それでですね、もともとね、政治的な意味関係なく有名な神社なんですけれども、僕も批判するのはおかしいと思うとかいう以前の問題として、そもそも話の内容というか、その動画内でその女性声優さんがやっていた行動と皆さんが批判している内容っていうのが、その直接的にね結びつかないような気もするんですよね。単純にその靖国という靖国神社っていうワードだけで、なんだろう、すごいちょっと過剰に反応しているようにも見えていて、ちょっとそれはどうなんだろうと、はい、少し疑問にも思いました。僕はあれですね、その女性声優さんがその靖国神社に参拝したというか訪れたということを批判している皆さんに対しておかしいというよりは、ちょっと論点がずれてるというか、その批判している内容が若干ずれてるんじゃないかなというふうに、その人たちに対しておかしいというよりはちょっと疑問に思いました、僕は。はい、まあでもね、本当に靖国神社というのはね、そもそもそのね立場とか身分とかは関係なく、多くのですね、その亡くなられた方がですね祀られているという、まあ非常にですね、ね考えさせられる神社でございますのでね、本当にね、なんだろう、邪念とか一切関係なくね、その亡くなった方のためにねこう手を合わせるっていうのはね、とても大事なことだと思います。皆さんだってね、お墓とかでこう手を合わせるじゃないですか、亡くなった方、親戚とかね、のお墓とか行って手を合わせるじゃないですか。それと同じですよね、靖国神社というのは。亡くなられた方にこう手を合わせるという、で別に邪念とかね、そういったものは一切払ってね、こう純粋にこう亡くなった方に対してこう手を合わせるっていうのは良くないことだとは自分は思いませんし、まあ、ちょっと ここまでね話が発展しちゃうとね、若干政治的な、ね、内容も入っちゃうと思いますけれどもね、まあ、そうするとちょっとねややこしいことになっちゃうので、まあ、これ以上は話しませんけれども、
まあ、皆さんはですね、今回のね、その有名女性声優さんがですね、靖国神社に訪れてね、それをちょっと動画などで紹介したことでですね、ちょっと批判が、来ているということについてですね、どう思いましたでしょうか。ぜひね、皆さんコメント欄とかにね、いろいろとね、ご意見書いていただければなと思います。はい、もしですね、この動画、共感したなと思いましたら、ぜひね、グッドボタンや高評価ですね、あとチャンネル登録等も、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。